大体そのミュージカルを始めるきっかけっていうのは何だったんだっけ？我がジャニーズ事務所ですね、うん、まあ初代のね、僕らのまあ大先輩ですけども、うん、初代ジャニーズというグループが、ウエストサイドストーリーというミュージカルを見たのが、うん、それがきっかけで、もともとはミュージカルを日本に定着させていこうよというですね、事務所なんで、うん、まあ、僕らがそうですね、こうやって毎年今やってるグループっていうのは、まあここでまあ言ってしまったらなんですけど、僕らぐらいですかって感じです、うん、俺ね、初めミュージカルやるって聞いた時、うん、ミュージカルって大嫌だったの、うん、嫌だったの、うん、まあ踊りはあるでしょ、うん、歌はあるでしょ、うん、まあ芝居はいいとして、そもそも仕事が嫌いだからね、うん、だけど、すみません、何、キャンプと仕事を一緒に考えてると思ってふざけんなよまあだけど、ほらこう自然にね、うん、自然なんだけども、やっぱりこう毎年毎年やっていくうちに、うん、やっぱりミュージカルっていうものがすごく自分の中でも好きになってきたしね、うん、でまたこう少年隊としてもすごくこうミュージカルっていうものが一つのこう価値観になってきてる部分ってすごく出てきてるんじゃないかなと思ってますね。だからこうやって長く続いてるんじゃないかなと思うんですけど、なんか1年目から3年目ぐらいまでは見ててくすぐったい、うん、もうセリフもしっかりしてないし、棒読みだもんな思いっきり棒読みだし、みんなもう勢いだけで言ってる、うん、みんな言うんだけど、東は意外とそのね、変わってないっていう、東っていうのはね、うん、顔も体型も割とずっとこの十何年間ずっと変わってないなって、うんうんうん、で変わってること、さっきちょっと僕らもほら見た時に変わってるとこ1個だけあったっていうのは、やっぱセリフが棒読みだったそうね、かなり棒読みだったね、最初の頃はね、結構東が棒読みだったとか言ってたのあるじゃん、未だに棒読みだもんね。こうなるとどうなるかと、東の棒読みがどこまで治ってるか、治ってるか、ちょっとここで皆さんに、ね、ああもうダメ、腹が減って死にそうだよ。俺もだよ、この2日間お前がやってどうすんだよお前がやってどうすんだよ、本当にやると思ったんだ、俺は絶対来ると思ったんだよ、振りがあったからな、そう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 、はい、さあ行きます、はい、もうダメ、腹が減って死にそうだよ。俺もだよ、この2日間何も食ってないもんな、畜生、恨めしきや感動め、これが夢のニューヨークかよ、冗談じゃねえぜ、お前全然成長してねえじゃんそれじゃお前ね、2度目は聞かないんだ、そういうのね、分かんない、じゃあもう一回上木さんから言ってみようかはい、もうダメ、腹が減って死にそうだ、俺やってどうするだんだん待ってやると思ったな、ちょうど青山劇場が生まれた年と、うん、僕らがその青山を初めてやったのがちょうど一緒の年なんで、うん、まあ一緒に青山劇場と一緒に歩んでるみたいな感覚でいますけどもね、うんうん、これまたいいことじゃないかな。で1年目はマイケル・ピータースが、うん、振り付け、担当してくれましたし、うん、あのレッスンはねすごいきつかったな、覚えてるな、俺居残りレッスンさせられたもん、うん、もうそれがもう嫌でさ行くの、もうまた居残りかなとか思いながら行くとさ、もう学生じゃないのに補習授業があったのこいつだけだから俺なんだろう、まだ学校行ってんのかなみたいな、やだったね行くのが、あれ1日5、60やってたでしょ、やってたよ、あの踊りばっかり、そうそう、その後俺残されてんの、残れとか言われて、うん、でみんなさっさとさ帰ってんだけど俺一人だけ、ね、やってたもん、うん、辛かったね、まあ、これは今だから言える話なんだけど、うん、あの時のあのマイケル・ピータースに渡した時間なんですけど、うん、その1ヶ月間の2週間持ってっちゃいましたからね、うん、時間を、うんうん、それも 2曲、うん、2曲で2週間ですよ、すごかったですね、よくできましたね、うん、あの時はでも、とにかくほら何もわからないし、うん、もうとにかく 無我夢中だよね、うん。